はい、中井太郎です。おはようございます。今日もね、高島ご夫妻殺人事件の話ねしていきたいと思います。まあここのところ私はちょっと違った展開がっていうふうに思ってますよ。単純な殺人事件、バカが起こした単純な殺人事件ではないというようなことを、まあ仮説なんですけどね。うん。 まあ、私の想像が違ってて欲しい。もっと黒幕がいて高度な犯罪計画がなされてまあ。関根もまあ、もちろんね。前田もそして、えー、それ以下のえー、両県光る元気？キラともただ利用されてテコに使われただけっていうことであったならばっていう話です。殺人の実行行為者が誰か特定できなければ、これ殺人では立憲できないっていう話。まああの？ えー、下野新聞っていうのがありまして、地元のです、ね、那須の、ここが結構きちんと詳しく、全国紙は出さないんですね、こういうのが。そこでどういうような感じかっていうと、殺人容疑で最逮捕の2人を処分保留、那須夫婦の、えー、夫婦遺体殺人事件、ね、東京地検が任意捜査へって切り替わるということなんですよ。えー 火川敷で4月中旬に夫婦の遺体が見つかったでしょう焼死体が。焼、う、損、んえー、遺体ですね。だから焼損し,しているっていうことですね。うんまあ、軽く焼けてるっていうことですね。うん、これが焼死ではないので焼損遺体。 で東京地検は8日までに殺人容疑で再逮捕された主導役とされる東京都世田谷区会社役員の男、これが関根制覇ですね、で千葉県船橋市会社役員の男36歳、これが前田亮のことだと思います、まあ前田亮のことです、両容疑者を処分保留としたと、決定は5日付け。 東京地検はでで捜査を続けるここれれ言わないんですねこれ全国紙とかあのニュースやテレビとかでやらないんですね。まあ、新聞では出ると思います。新聞では出ると思うんだけどテレビとかワイドショーでは言わないんですね。これがまあ、それは、えー、キラと元気両権、えー、光も一緒ですね。ただ死体損壊では起訴はしているんですね。両容疑者、この2人正派、えー、と両。 は他の容疑者と共謀し、4月15日深夜から翌16日未明の間、同志田学東五反田4丁目の空き家で、会社役員の男性、当時55歳、妻の会社役員、女性56歳、これがえ龍太郎さん、幸子夫妻ですね、栃木県警と警視庁の合同捜査本部は5月、死体損壊の疑いで両容疑者を逮捕し、東京地検は同罪と死体遺棄罪で起訴。 捜査本部は6月14日殺人の疑いで両被告を再逮捕ということですね捜査本部はこれまで殺人容疑で2人のほか被害者夫婦の長女で指導役の男と何円関係に当たった同世田谷区会社役員の女31歳は宝島え真奈美ですね男女計7人を逮捕と東京地検は殺人容疑について 女を除く6人を処分保留としている主導役の男は飲食店経営をめぐり被害者風とトラブルがあったと見られているということですまあこれは要はまあ普通の一般的な見方だとどういうことかということになるんですが公判、えー、をすることとかいろんな手続き上の問題でナミの 基礎と同時にみんな起訴、えー、するんじゃないかろうか。そうすると後半前手続きとか、いろんなことが一緒に揃えた方のが、えー、裁判がしやすいってことです。バラバラに行くよりもっていうことで、こうしてるんじゃなかろうかということです。一般的なことは。はい。だから、殺人で裁かないわけじゃないですよっていうことですね。だけども、 殺人の実行行為者が特定されているのかいないのかっていうことですね。まだわからないです。これ報道で出てないので、私が知らないだけかもしれないんだけど、もし、両県、えぇ、ー、良県じゃないな、元気、キラトが自分たちがやったんじゃないということになっていると、ややこしい話になるのかなっていうふうに思ってます。ここが殺人行為を認めているならば、まあ、あの、でも本当にこれがそうなのかっていうことですよね。 まあそんなような状況なんです。だから、これ、まあ、愛美被告の、愛美容疑者が被告に変わった時に起訴された時に、他の6人が起訴されるかどうかということですねうん。そこを注意深く見守っていきたいですね。はい。ね まあね私が言ってるこれ単純にこれの事件で終わればいいんですけどねこういうふうになればいいんですけどね、うん、そうじゃなかったら、うん、8人目の犯人がいたとか実行行為者が違ってたっていうようなことになるとまたまたなんか違う話になってくるのかなっていうふうに想像してます以上ですはい皆さん最近チャンネル登録・高評価言ってなかったんですけどやっぱり言わないと伸びないですね 本当にチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。そうそう。実は、漫画、極道楽園、ね。極道パラダイス、第3巻、電子で出ましたよ。皆さん見てください。ね。URL 貼っときますんで。あの、電子版なんです。ね。本屋さんに行かなくてもいいですよ。あの、タブレットや携帯で見れるって、すごくお手軽で、リーズナブルになっております。そして、超駅太郎。ね。あの、これは紙の本です。ね。 裏社会から人生を守る教科書。ね。あの、こういうこと、これを見てれば、あなたも殺人事件に巻き込まれない。殺人をしないで済むという、たとえ、本当にいい方です。<laughs> ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるけども、皆さんよろしければお買い求めください。以上です。